うん、すごいすごい。絶対美味しいと思うんだけど、これ。おはようございます。あ、来たぞ。うう、来た。おはようございます。今日はね、日曜日の朝なんですけれども、久しぶりに家族3人でゆっくり過ごせる一日なので、ちょっとね、動画撮っていこうかなと思います。日曜日はだいたい、ひーちゃんはお仕事で、保育園もないので、私と息子くんだけで過ごすことが多いんですけど、今日何する？楽しみだね。そうで、最近は睡眠交代の時期が始まってしまって、ガチでね、1時間に1回ぐらいの勢いで起こされるんですよ、夜中も。かなり疲れます。はいよ、どうぞ。お風呂入れられて一段落。昨日ね、弟の結婚式があって夜遅かったので朝シャンしました。あー、今日も晴天なり、めっちゃいい天気。昨日は帰ってきて、スーツのままね、この子は爆睡しておりまして、昨日はね、夜の離乳食をスキップしたんで、お腹空いてるでしょね。なんかちょっと朝ごはん食べようね。そうで、こんな感じ見て、捕まり立ちすんなね。ちょっとハイハイがまだそんなにしないから、ハイハイはもうちょっと上手くなってほしいんですが、タッチする方が楽しいみたいで。そうで、今日はね、ゆっくり朝ごはんを食べられる時間があるので、作ってみたかったものがあって、それがね、ヌテラとお餅を合わせたヌテラ餅っていうものなんですけども、私ね、昔パリに行った時にヌテラ入りのクレープを食べたことがあって、もうそれがもう衝撃的なぐらい美味しくって、今まで食べたクレープの中で一番美味しかったんだけど、もうそれ以来ね、ヌテラはすっごい大好きで、よくある食べ方だとやっぱクレープとかパンケーキケーキとか、あとパンに塗ったりとかっていうのがね、ベーシックかなと思うんだけど、お餅と合うんだって。そう、それをね、ずっとやりたかったの。今グッドタイミングで寝てくれたので、このうちにヌテラ餅作っていきたいと思います。で、使いますのがこちらのヌテラと砂糖の切り餅でございます。で、今日はこの2種類使っていこうと思うんだけど、この切り餅1本っていう細長いやつをヌテラにディップしてね、食べたいなと思っていて、あとはこっちの普通の切り餅の方はいちごヌテラ餅っていう、いちごと合わせるのも美味しいらしいから、お餅の形違いでね、作っていきたいと思います。はい、こんな感じで並べてみました。で、普通の切り餅の方はスリットが入ってるので4分割でちっちゃいサイズにしてます。で、これを焼いていきます。で、この間にね、他の準備していこうと思うんですけれども、ヌテラ、皆さんご存知でしょうか？これね、イタリア発祥で、開けた瞬間からめっちゃいい香りがするんですけど、ヘーゼルナッツとココアのスプレッドなんですよね。もうトロトロなの。で、見た目はね、もう本当にチョコレートみたいなんだけれども、香りもそうだけども、ヘーゼルナッツの風味が本当に豊かで、味もまろやかでね、すっごい美味しいんですよね。で、ディップしやすいように小皿に移していきます。そうで、今日はいろいろとトッピングもしたいなと思ってるので、まずきな粉、抹茶パウダーでしょ、そしてすりごまがちょうどあったんで、あとは飾る用のいちごをカットしておきます。じゃーん、お、いいですね、美味しそう。さあ、こんな感じで持ってで、かわいい、ショートケーキみたい。完成。絶対美味しいと思うんだけど、これ。はい、ヌテラ餅も完成です。あとこれはしょっぱい系にしようと思ってて、お醤油と、まあ海苔、スタンダードだけど、やっぱ甘いのとしょっぱいの両方ある方がいいじゃん。もうこれだけでも美味しそう、やばい。はい、ということでヌテラ三昧朝ごはんの完成でーす。
ただきます。こんな感じでジュルンとディップして、何にしようかな。お抹茶、お抹茶にしよう。いただきます。うん、美味しいっていうか合う。チョコ入れると一気にさ洋風になるね。ごまも美味しいんじゃない？うん、ごまめっちゃ美味しいよ。なんかお餅のメニューって大体なんか同じもののレパートリーになっちゃうけど、これはなんか新しい。特に溶かさなくてもこの段階でもうさ本当にディップに向いてるような硬さなので、とっても食べやすいと思います。ブルーベリーも乗っけていただこう。いただきます。やっぱチョコとこの甘酸っぱいの合うね。本当にこれ美味しいんだけど、めっちゃ美味しい。これとしょっぱい系を午後に食べたらもうエンドレスだよね。でもお醤油は安定だわ。でみんなヌテラ餅どんな味か気になったかと思うんですけれども、なんとサンプリングイベントがねあるみたいなんです。こちらにあの日付と場所を書いておきますけれども、ヌテラと砂糖の切り餅1本メニューのサンプリングイベントがね行われるみたいなので、気になった方はねぜひぜひチェックしてみてください。でまあね、ヌテラは本当に今こんな感じでパンに塗るだけでめっちゃ美味しいので、朝ごはんとかおやつにもねおすすめなんじゃないかな。星座かわいい。最近引っかかれた跡がさまだ消えないんだよね。10日、もうちょっと経つかな。風が気持ちいいね。本当にお散歩日和最高だね。はい、公園に着きました。いいね、小鳥のさえずりがいいミュージックになってます。ちょっと前にも息子くんと2人でここ来たんだけど、その時はなんか何の準備もできてなかったからそんなに思いっきり遊ばせられなかったんですけども、今回はこれお砂場遊び用のなんか切るやつ、これだったら土のところとか行ったりしてもそんなになんか私が神経質にならなくていいなと思って、そして私も今日はとことん汚れてもいいようにどうでもいい服を、そして汚れでもいい靴を履いてきたので思いっきり遊べます。お昼ご飯です。お野菜がゆと、ここにはちょっとだけ鶏レバーのパウダーかけた、あとはちっちゃいお豆腐と大好きな焼き芋とかぼちゃです。焼き芋食べていいよ。はい、おお、美味しい。柔らかいね。シルクスイートだぜ。止まらない食欲。ご飯とお豆腐完食です。すごいね。お芋さんも何個食べた？結構食べたね。寒かったから日向に移動してきました。自分でハイハイしてきたら、はいはい、ズボンがすごい歌舞伎役者みたいになっちゃったね。頑張れ頑張れ。あにゃん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 。太陽が気持ちいいねーねー。なあ、うん、あんなのあんなんなんなあんな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 ん。おすごいすごい、うん、気持ちいい。すご
やかなお顔で寝てくれました。あーすごい、ハロウィンイベントやるんだ。ここももうすぐでハロウィンなんだけど、この公園はどこもかしこもなんかそういう今日はイベントなのか、仮装している子どもたちとかも、ね、結構いますね。公園の近くのお寺さんに来ました。ここ大仏がいるんですよね、結構大きめの。あら素敵、いつも美しいですわ。あー、お上手、とっても上手。ナムナム、一緒にナム。おはよう。もうあっという間に5時。ちょっと寝れたね、よかったね。あーじゃあ夕飯はもう食べに行こうかなと思ったんだけど、もうなんか出るのもめんどくさくなっちゃったから、お家にあるもので簡単に作りたいなと思ってて、だからサクッとパスタでも作ろうかなと思います。トマトとね、プーチーニのこのソースがあるんで、これとあとはおナスとか玉ねぎ。離乳食の下処理はね、私が普段やってるんですけども、大人用のご飯作るの久しぶりだ。いつもピーちゃんにやってもらっちゃってるから、たまには自分で作るのもなんか無心になれて楽しい。奥ではなんかギターをめっちゃ演奏してるね。こちらはあちらで気分転換できてて楽しそう。少しだけ味微調整してソース完成。あとちょこっと副菜でも作ろうかなと思ってます。はい、夕飯完成です。パスタとあとささみ梅ポン酢あえ、息子くんが黄身を使ったので外身の白身だけサラダ、ささみ茹でた時のスープ使ってわかめスープです。うん、ポルチーニの味はない。すごいね、ほとんど食べたね。うん、完食ですか。嬉しいね、ささみ梅美味しい。大演奏会してたじゃん。久しぶりなの。でも久しぶりにさ、なんか黙々とやってて楽しかった。何が？ご飯作ってて。うんが。うんが。ここにもセンター分けの人がいるんだけど、どう？似てる？似てる？似てねえな。全然似てないな。お風呂沸いたー。入ってこーい。はあ、よいしょ。今洗い物が終わって、ピーちゃんと息子くんはお風呂に入っていて、あら。としこさんがやってきてくれて、おいで、やってきた、おいで。うーん、来たの、待ってたよ。いやもうほんと今日もあっという間に終わっちゃったわね。また明日から月曜日ということで、久々の3人お休みデーはのんびりと過ごしました。明日からまた頑張りましょうということで、最後までご覧いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。